サーガル島は、ガンジス川デルタに浮かぶインドの島である。ベンガル湾の大陸北上、コルカタから南へ100キロの地点に位置し、西ベンガル州の管轄になっている。広さは224.3平方キロメートル、43の集落に16万人以上が暮らしている。最大の村は、ガンガーサガール。 スンダルバンスの管区に含まれているが、スンダルバンス国立公園の特徴とも言える、ベンガルトラの生息、マングローブの森、入り組んだ支流などとは無縁である。この島はガンガーサガール、またはサガールイップとも呼ばれ、ヒンドゥー教の巡礼地にもなっている。毎年、マカラサンクランティになると、何十万人ものヒンドゥー教徒が集まり、ガンジス川が、 ベンガル湾へと流れ込む場所で沐浴を行い、カピルムニ寺院にて祈りが捧げられる。コルカタポートトラストがこの島に灯台を持っている。ビシュヌが聖人カルダムムニの前に現れた時、ビシュヌは彼に恩徴を与えた。それはカルダムムニが結婚すればビシュヌが彼の息子として生まれ変わるというものだった。やがて約束通りビシュヌはカピラとして転生し偉大な聖者となった。 そしてこのカピラのアーシュラムがサガある島にあった。ある時、サガラ王の生贄用の馬がいなくなってしまう。サガラ王は6000人の息子たちに命じて彼らを捜索に当たらせ、息子たちは馬をカピラの世で発見する。この馬は実はインドラによって盗まれ隠されたものだったがカピラが盗んだものと取り誤った息子たちはカピラを求断する。 憤慨したカピラはその息子たちを燃やし、灰に変えてしまい、彼らの魂を地獄に送ってしまう。後に、サガラ王の子孫が祈りを捧げる姿を見て哀れに、思ったカピラは、彼らの魂を解放することを了承した。しかし、それには女神、ガンガを地上に呼び、聖なる水で灰を流すという早々の儀式を行う、必要があった。バギラータ王が、 芝のための深い瞑想に入ると心を打たれた芝神はガンガーに地上へ降りて六千の息子たちを解放し天国へ送るようにと命令した。ガンガーはヒマラヤに降り立ち川となって息子たちの灰を海まで流したがその後もガンガーは地上に止まった。ガンガーが地上に現れた日が1月14日だと伝えられている。 ガンガーサガールメーラと巡礼は、島の南の岬、つまり、ガンジス川が海へと流れ込む場所にて、毎年行われる。この合流点もまた、ガンガーサガールと呼ばれており、この合流点のすぐ近くにカピルム二次院がある。このガンガーサガールの巡礼と、祭りは、世界で2番目に、規模の大きな集会であり、同じく、インドで3年ごとに開催される、ブメ銘ラに次ぐ、 毎年およそ50万人が島を訪れている。コルカタからダイヤモンドハーバーロードを南に90キロ、角度一歩のハーウッドポイントからフェリーが出ており、島の北端に位置するカチュベリアとを結んでいる。島側のフェリーポートには駐車場があり、パンチャー屋とサミティが管理している。このフェリーはガンジス川の支流の3.5キロを横切る。このハーウッドポイントでは、フェリーの他にも、 カチュベリア域の小舟を見つけることができる。カチュベリアから巡礼地であるサガールウィップまでは自動車、バスで32キロの道のりになる。巡礼車用の駐車場からカピルムニジーンまでは200メートル、ガンガーサガールの目浴地までは700メートルとなる。鉄道はコルカタから角度ウィップを通過して、ナムカーナで下車、ボクカーリーからフェリーが出ている。このフェリーは ムリガが終渡り、サガール島へ至る。毎週日曜日に、州政府のがヘリコプターを運航している。西ベンガル州政府は、サーガール島と本土を3.3キロの橋で結ぶ計画を立てている。費用は60億ルピーと試算されている。また、西ベンガル政府は島に港を建設する計画も立てており、インド海軍もこの港に興味を示している。ウィキボヤージュには、 サがガル島に関する旅行情報があります。ありがとうございます。